ンまあ、それにしても、昨日はね、高知県知事選、米沢市長選っていうのがあってね、まあ、共に残念な結果だったんですけども、まあ、もう一つ面白い選挙がですね、昨日は、えー、あったということで、まあ、それは奈良県の桜井市長選で、まあ、ここにね、まあ、NHK から国民を守る党の党首の立花隆さんが出馬されたと、 いうことでですね。まあ、この結果もね、あの、え w、ー、ツイッターのリアルタイム検索で知ったんですけども、ま、立花さんはまた、えー、落選されたということでね。まあ、残念な、えー、結果になったのかなっていうのはね、うん、まあ、これは、まあ、ま、民でもわかるっていうね。<laughs> この、いや別に立花さんも別にね、そんなにこう、 なるか、当選、絶対当選するみたいな感じでは出てないというか、ある種ね、こうやっていろんな市長選とかに出まくって知名度を上げていくっていう、えー、戦略、 だったと思うんですけども、まあ、その結果がですね、えー、現職の松井さんという方が14,330票取って当選されたと。で、N 国投資の立花さんはですね、1,294票と。えー、もう10分の1以下、え、立花さんからすれば10倍ぐらいの得票の差をつけられて落選してるっていうことでね。まあ、これはその N 国、 としてどうなんだろうっていうね。まあ、すでにこう、N 国を揶揄するような、あのー、ことを書いてる人たちっていうのが、ツイッターとかネットとか見てもいっぱいいててね。えー、まあ、しかもこれ、1294票ということで、あのー10、10%も取ってないですから、これも教託金没収と。 いうことでね、これ N 国党首がですね、得票数が10%取れなくて、えー、しかも教託金没収になりましたっていうことはですね、まあこれは知名度を上げるための戦略として、えー、やはり狙ってやってるのかね。やっぱりこう、立花さん頭がいいとか、とかですね、まあ堀江門さんとかが、 えー、お褒めになるのかどうかっていうところがね、まあ、気になる、個人的にはすごく気になるところですね。うん、まあ、これどうなんかなっていうね。<laughs> 正直これ、あの、N 国すごいって、やっぱり、あの、N 国の立花さんがすごいって思われたところっていうのは、まあ、ネットで知名度を上げて、まあ、参院選で当選したと。 えー、んで、しかもね、あの、政党交付金でしたっけあれも取れるね、2%ラインでしたっけあれもクリアしたっていうとこが、あの、すごいっていうね。うん、そういうとこだったと思うんですよね、うん。だからやっぱその、何やかで当選すると。地方選でもですね、まあ、ギリギリでも、えー、あの、候補を当選させるっていうとこが、N 国の、 まあ、ネット選挙ネ、ネット中心というか、ネットでしかほとんど活動しなくても、あのー、取れると。で、遊んでてもですね、まあ、あの、なんていうんですか、えー、ホステスさんとね、お酒を飲むようなとこも、あの、映したりとかしても、えー、ちゃんと当選、 するっていうところが、あの、凄さだったと思うんですけども、まあ、直近のね、アビコ市議選でも N 国の方が落選したりとかして、まあ、ほんと、まあ、あのー、なんていうんですかね、これはどうなんだろうと。でしかも、ホリエモンさんとかもね、えー、なんか、まあ、まあ、ある種ね、応援団みたいになってるんですけども、いや、その割には票を、 えー、全然取れてないっていうことはですね、これがその、知名度を上げることにつながってるのかどうかっていうね。うんだから本当になんか、マック赤坂さんとかもね、あのずっと落選しまくって、まあ、最後に港区議選で、えー、当選されてね、まあ、それは良かったと思うんですけども、 まあそういうとこを狙ってるんだったら僕はありなんじゃないのかなっていうのはね、思うんですよね。何にせよ、知名度は上がると、えー。ただまあ当選するかどうかっていうのはちょっと微妙みたいなね。うんまあ、まあそれでね、次、次もいろんな選挙に出ることを、えー、考えてはるんですか、うん、小金井市長選にも出はるんですかなんか。 まあなんかいろいろね、あの、京都市長選にもなんか出るみたいなことも言ってはったりとかして、まあ僕はまあ共市長選には出てほしいなと思うんですけども、まあただ、ただ出ても1000秒とかね、いやそんなやったらもう全く意味ないなっていうかね、いてもいなくてもいいんじゃないのかなって思うんで、まあその辺がね、あの、どうなんかなと。だからこれあんまりでも党首がね、 えー、これ、千秒とかで供託金没収と、えー、だから一騎打ちでは絶対こうなっていくんじゃないのかな、今後もね。で、特に関西、特に関西では、やっぱりこういう N 国の立花さんのような感じの人っていうのはですね、まあ、まあ関西ではそんな珍しくないかなっていう感じもするんですよね。 いや僕はなんかずっと前にもねあの N 国じゃなくて、市民ファーストの会か何かで摂津市議選でしたっけね。あのでも、です、ね、全然そのそこの候補が全然取れなかったとっいうことも、まあ、かつて話してですね、ま立、あ、花さんにもなんかコメントいただいたっていうのを、えー 得てるんですけどもだから、関西ではやっぱりね、ちょっと厳しいかなっていうのは気にしますね、うんなだからあんまりこう、こう N 国とか、あの橘さんのようなキャラを珍しいなっていうかね、あ面白いなって思われるのは、とね、やっぱ関東方面っていうかね、なんかそういう感じがするんですよね。 えー、関東の、なんか、郊外みたいな、えー、っていうね、なんかそういう感じが、だからそういうとこを中心にね、あの、やっていきはるやったらまだ、えー、当選できる、あの、名はあるのかなと。で、今ね、朝霞市議選、埼玉県で朝霞市議選、え、揚尾市議選っていうのがある、や、やられてるわけで、12月1日、 え、投開票ということなんですけども、まあ、朝香市議選もね、なんか、ツイッターとかで見たら二人しか落ちないみたいな、この辺はいけるんちゃうかと。うんで、上尾市議選もね、埼玉はなんか結構、昨日も話したんですけども、まあ、N 国の大橋さんが、朝霞市議会の市長会派に、え、入っていたということでですね、まあ、議長の、 方もなん、なんていうかね、まあそういうつながりがあるのかなと思ったりしたんですけども、まあだから、まあそこそこ、埼玉とかでは、票取るかもしれへんなっていうね。うん。あのね、あの埼玉補選では、えー、立花さん16万票ぐらい、えー、取り張ったっていうのありましたよね、これ一騎打ちでね。うん。だからそういうとこは取るんちゃうかなと。 思うんですけどやっぱ関西とかはねやっぱ厳しいんちゃおうかなっていうね、うん、まあまあ、でもそれもね、なんかそのなんかこうこ N 国を、ね、目の敵にしてるような人たちもたくさんいてるんですけども、まあそれもね、あのあんまりこう、なんていうかね、まあ、もうちょっと引いた目で見た方がいいかもしれへんなって。 た <laughs> あんまそんな今後ね、やっぱりやっぱ参院選の時は僕はピークやったんちゃうかなっていうのは、あの僕思いますねああの。やっぱりね、参院選で、なんかこう、ネットで、 こう、ネットで活動してて、えー、みんなのおかげで、みんながね、面白がって投票してくれて当選したっていうとこがすごかったと思うんですけども、まあ、その後ね、当選してからですね、あの、いろんな方、有名人、ホリエモンさんとかね、えー、いろんな有名人の方を味方にして、さらに、えー、あの、勢力伸ばそうっていうとこ自体がちょっとね、 あの、僕はちょっとそこはずれを感じるような気するんですけどね。うん、まあね、まあ、これからどうなるかね。た、う、ぶ、ん、ね、もしその解散総選挙があったとしてですね、どれだけの得票を取るのかと。まあ、直近の政党支率でも0.2%とかね、まあそんな感じなんで、まあ、えー、本当に100万票っていうのは 難しいんじゃないのかなっていうね、感じもすると。えー、ね、丸山穂高さんとか、比例復活とかね、狙比例復活狙いで入り張った方っていうのも、まあ、その丸山さん自身もね、いろんな問題がある、また、直近でま、出てきてると、え皇、ー、室行事で、えー、どうのこうのみたいなが報道されたりとかして、まあ、そういうとこでもですね、まあ、ちょっと、 え、どうなんのかなっていうのは、えー、今後、注目かなと。えー、やっぱ、こういうね、選挙好きの人は、えー、こういう、あの、政党がですね、どれだけ得票するのかとかですね、えー、そういうのも興味ある人結構いると思うんでね、うん、まあまあ、面白いなと思いましたけどね。チャンネル登録よろしくね。